はいどうも、走れ大井チャンネルです。今日はですね、この前紹介しましたこちらの、ジームスの軟式用のグローブですね、こちらを使ってノックをしてみようと思います。ちょっとまあ足も治りつつあるんで、今日は少し、いつもよりは激しめに動いていこうかなと思っています。こちらのグローブは、どっちかというとつかみ取りタイプですね。自分がいつも使っているのはこう厚取りのタイプなんですけど、これはちょっと深いタイプのグローブとなっています。でまあがっちり掴むということで、少しここが親指が立つ構造ですね、立つやっていきましょう。で、ノックをしながら解説をしていきます。ではいきます。はい、というわけで、今日はこの前の練習で新しいジームスのグローブを使ってノックをしてきました。このグローブですね、軟式用のグローブなんですけど、思ったよりも革がしっかりと厚いタイプのグローブで、本当に公式でも使えるんじゃないかなっていうぐらい、しっかりしています。で、実際ノックを受けたんですけど、やっぱり、公式ボールを取ってもですね、そんなに痛くもないですし、普通に使えました。で、今回このグローブを買ったのは無構図で使おうかなと思って買ったんですけど、公式の練習でも使えることが分かったので、まあ公式の練習、まあ、サードとかショート、まあ、キャッチボールをするときでも使おうかなと思いました。で、取った感想はですね、やっぱり自分がいつも使っている厚取りのグローブよりはだいぶ、ポケットが深めというかがっちりしているタイプで、結構、ごく深くでキャッチする感じですね。で、しっかりと取るタイプだと思いました。で、まあ最初まだちょっと硬いんで、少しグローブの中で遊んでる感じはあったんですけど、まあゴロを取ってる中ではそこまでこういつもと違う感じとか取りづらいかなっていう印象はなかったですね。普通に、取れたので、まあ、そこまであんまり違いないかなと思ったんですけど、やっぱり、キャッチボールとかで相手のボールを受けるときに少しいつもとは、取るポイントが違うかなって感じがしました。まあ、いつも使っているのがだいぶ浅いっていうのもあって、どっちかっていうとペナペナっていうか、こう手が自由に使える感じのグローブなんですよね。で、今回のこちらのジームスのグローブはまだ形もそこまでついてませんので、どっちかっていうとまだ硬い感じがします。それなんでちょっとまだ動いてますね、取った時に。まあ、そこが少し思ったことですかね。あとは使っててそこまでこうここが変だなっていうのはなかったんですけど、まあ、少し、オイル加工をしているのでだいぶ重いかなっていう印象がありました。で、まあこれは使っていけば、だいぶ革とかも削れてきて、軽くなってくると思うので、そこはそんなに心配ないかなって感じですね。で、あとはまあ手入れをするときにオイルを塗りすぎないっていうのを気をつけていこうかなと思いました。あとはまあそこまで今日1日しか使ってないんで分かんないんですけど、これから使っていってまた、紹介できればいいかなと思っています。あとはこのグローブの手入れ方法とかも、なるべく重くしたくないので軽く軽く仕上げていこうと思います。あとはやっぱりがっちり掴むタイプは慣れてなかったので、そこにまあ慣れるっていうことですかね。サードはそこまでこう厚取りは必要ないと思うので、どっちかというとしっかりと強い打球時をキャッチして、作っていった方がいいと思うので、まあ、そんな感じで作っていこうかなと思いました。それでは引き続きのノックをご覧ください。この練習はですね、実は怪我明け初のノックというか本格的なノックで、ちょっとまだ動きが鈍ってるんですけど、まあ、これから、もう少し体のキレが良くなってくれば、まあ、グローブも使えてくるかなと思いますね。足が使えてくればやっぱりグローブも使えてくると思うので、まあ、そしたらまた動画にしていこうと思います。とりあえずこれは、復帰してっていうか復帰をしつつある中のノックということで、撮ってみました。とりあえずまだちょっと足が動いてなかったんで、これからですね、これからしっかりともっと体の動きを出して、ボールを取れていければいいかなと思います。はい、というわけで、今日は自分が新しく購入しましたジームスのグローブを使ってノックをしてみました。思った感想はやっぱりがっちり掴むのにはいつもと違う感じが少しあったんですけど、そこまで違いはないかなって感じでしたね。まあ、これからグローブを使って慣れていこうと思いました。はい、というわけで今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。それではまた明日の動画もよろしくお願いします。ありやした、ありやした。とどまることを知らない、とどまることを知らない、とどまることを知らない。チャンネル登録お願いします。